それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日年長さんでは味噌汁パーティーを行いました。年中さんの時は出汁味比べを行って、年長さんの時年中さんでは味噌汁パーティーを行うということで、朝から子どもたちもすごく楽しみにしていました。まずはじめは出汁味比べということで、煮干し、鰹節、昆布の3種類の出汁を比べました。出汁だけということで、子どもたちもちょっと味が薄いっていう子もいたんですけど、味噌を入れた瞬間にお家でも食べたことあるっていうことで、すごく子どもたちも完食する子が多くいました。梅組さんでは煮干しが一番人気でした。私の中では煮干しは苦いとかちょっと臭いっていうイメージがあったんですけど、子どもたちにはすごく大人気で、おかわりも全部完食することができました。でまた午後はお遊戯会の曲決めを行っていきました。年長さんは最後ということで、子どもたちからもこれやりたいっていう曲がたくさん出て、私もすごくお遊戯会に向けて楽しみになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。